皆さんこんにちは、編集担当のアスムです。皆さんはドラクエ10をプレイされたことはありますか？ドラクエ10はこれまではオンラインでしたが、来年にはオフラインの発売が予定されています。オンラインは苦手という声もあったので、これは嬉しいことですね。ということで、今回のゲームニュースはドラゴンクエスト10目覚めし5つの種族オフライン最新情報。2022年2月26日オフラインで楽しめるアストルティアでの壮大な冒険が開幕。記事はファミツー .com より引用しています。さまざまな新要素で生まれ変わるドラクエ10の冒険。スクウェア・エニックスより PS5、PS4、Nintendo Switch、PC、Steam 向けに2022年2月26日度発売予定のドラゴンクエスト10目覚めし5つの種族オフライン。その存在が明らかになって以来、アストルティアの冒険をオフラインで楽しめるというだけあって高い注目を集めていた。オンライン版と同様のストーリーが展開するが、一人でじっくり遊べるようにビジュアルや戦闘システムなどを一新して、まさに生まれ変わったドラクエ10といえる本作。その最新情報をお届けしよう。冒険の舞台が大きく広がる驚きの展開もお知らせする。 DD ロトスコープで温かみのあるグラフィックが実現に。 DD ロトスコープとはドッツとデフォメーションの頭文字である DD とモデルの動きをカメラで撮影してアニメーション化するロトスコープを組み合わせた造語。元となるフル3D のデータをデフォルメの効いたドット絵のように表現する、本作のために開発された新しい手法だ。この手法によりドラクエ10オンラインのキャラクターや世界を単に画一的に小さくするのではなく、鳥山明氏のタッチを生かしてデフォルメ化することに成功。ドラゴンクエストらしい懐かしくて温かみのあるグラフィック表現を実現しているのだ。バトルはターン制コマンドバトルに。本作でのバトルはオンライン版と異なりターン制コマンドバトルを採用している。またストーリーに大きく絡んでくる各種族のキャラクターたちが仲間として加わることも判明。オンライン版の冒険者も新鮮な気持ちで楽しめるというわけだ。新たにボイスが追加されたシーンも。本作の主人公は口述するように各種族がクラス大陸を巡りながら仲間たちとアストルティアを救う冒険へと旅立つことになる。本作ではオンライン版からボイスが追加されたイベントシーンもあり、より世界観に没頭できるようになっている。冒険の舞台となるのは広大なアストルティア。ドラクエ10オフラインの冒険の舞台となるのは人間と5つの種族が暮らす広大な世界アストルティア。アストルティアには5つの大陸といくつかの島々があり、主人公はこれらの大陸を巡りながら仲間たちと出会う。ここでは各大陸の特徴とそこに住まう種族を紹介していこう。雪山と荒野が混在する険しい地オーグリード大陸。過酷な環境の場所が大部分を占める自然の厳しい大陸。屈強な肉体を持つオーガが暮らしている。赤みがかった肌に頭部や肩に見られる角、そして尻尾が大きな特徴で、厳しい環境を生き抜くために肉体が鍛えられていった。緑豊かな平原と丘陵地帯が続くプクランド大陸。クリポと呼ばれる種族が多く暮らしている大陸。緑豊かな場所から荒野など多彩な表情を持つ地形が特徴だ。クリポには陽気な性格の持ち主が多く、建物などは可愛らしい衣装が目立つ。世界樹を擁する大自然の宝庫エルトナ大陸。緑が多い自然豊かなエルトナ大陸には多くのエルフが暮らしている。桜が咲き乱れる美しい場所や世界樹が生き続ける神秘的な場所など、目を奪われるような風景が広がる。エルフは尖った耳と小さな羽が特徴の種族で、伝統と格式を重んじ
世界のことわりを学ぶ。海に囲まれた温暖な気候の島々、ウェナ諸島。水の民と呼ばれるベビが多く暮らしている大陸。他の大陸と違い、いくつかの島で形成されており、島々の移動には渡し船などを使うことが多い。ベビは頭部や背中に魚のヒレのようなものがあるのが特徴で、見た目の通り泳ぎが得意な種族だ。岩と砂の大地に古代遺跡が眠るドワチャッカ大陸。多くのドワーフが暮らす大陸。砂漠や火山が広がる過酷な地から草原が広がる地など、あまたの顔を持つ。遥か昔には超文明が存在しており、これらを解析して古代文明を復活させている。ドワーフは緑色の肌に小柄な体が特徴の種族。長い旅路で出会い仲間になるキャラクターたち。主人公は様々な人物たちとの出会いと別れを繰り返しながら旅を続けていく。時には冒険を共にすることになる仲間との出会いも。今回紹介する目覚めし5人の仲間と共にアストルティアを救う冒険へ旅立とう。心優しきオーガの娘マイユ。雪山の険しい地帯にあるランガーオ村で暮らすオーガの娘マイユ、声遠藤アーヤ。優しくて誰からも好かれる性格。かなりの格闘術の使い手だ。引っ込み思案の若き王子ラグアス。フクランド大陸のメギストリス城に住まう王子ラグアス、声黒沢智代。母である王妃の死をきっかけに心を塞いでしまう母を亡くした少女フーラ。エルトナ大陸にある風の町アズランで暮らすエルフの少女フーラ、声白石遥か。母との思い出の人形を肌身離さず持ち歩いている。世界を旅する孤独な剣士ヒューザ。ウェナ諸島にあるレーンの村で暮らすベリの青年ヒューザ、声島崎信長。とある事件がきっかけに世界を放浪する旅へと出ることになる。ガラクタを愛する変わり者ダストン。ドワチャッカ大陸のガクトガタラに住むドワーフのダストン、声伊藤健太郎。ガラクタ集めに人生をかけていて、今日もガラクタを探し続ける。超大型拡張ダウンロードコンテンツで冒険はさらに拡大。目覚めし5つの種族のその後のストーリーが描かれるドラゴンクエスト10眠れる勇者と導きの盟友オフラインは、2022年春に超大型拡張ダウンロードコンテンツとして配信される予定だ。アストルティアの中央にある正気で覆われた地が新たな冒険の舞台となるレンダーシア。なぜレンダーシアは正気に覆われているのか、そして眠れる勇者とは。勇敢なる美しき王女アンルシア、声早見沙織とはどのような冒険が。2022年春の配信がもう待ちきれない。以上が記事の内容になります。私はドラクエ10はプレイしていたのですが、オフライン版は声が追加されているということで、ぜひともプレイしてみたいと思いました。ドラクエ10オンラインは11月11日にバージョン6が発売となるのですが、オフラインでも後々超大型拡張 DLC として配信されるのか、そこが気になりますね。最後までご視聴ありがとうございました。よろしければチャンネル登録、グッドボタンお願いします。アユナのゲーム実況もありますので、そちらもぜひご覧ください。それではまた次回の動画でお会いしましょう。